where the stars are born and legends are made. Spark on 81.3 J-Wave.時刻は深夜1時になりました。 J-Wave スパークお聞きの皆さん、こんばんは。3代目 JSOULBROTHERS のボーカル、今市隆二です。というわけでスパーク始まりました、木曜日深夜1時になっていますけども、皆さん聞いてますか、ちゃんと。まあ今飲まれてる方もいると思いますし、友達と遊んでいる方もいると思いますけども、ぜひぜひこのスパーク聞いてください。というわけで、この番組は毎日日替わりで各カテゴリーで活躍するアーティストが担当。番組宛に送られてくる音源や映像から、各曜日担当のアーティストがそれぞれの感性で新しいアーティストを発掘し、紹介していくリスナーの憧れを形にする番組です。リスナーの皆さんから動画を投稿していただくスパークボックスというものがあるのが他の番組と違うところです。さらにですね、木曜限定コーナーもあります。リュージズフェイバリットアーティストと題して、自分が好きなアーティストを毎週一組紹介していくコーナー。今回はジョーです。この番組はツイッターもやってます。ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ JAVE をつけてつぶやいてください。というわけで、3代目 JSOULBROTHERS のボーカル、今市隆二がお送りする JAVE スパーク、この曲からスタートです。この曲はですね、昨日リリースになったばかりの、3代目 JSOULBROTHERS の新曲です。この曲はですね、禁断の恋、そして、まあ、壁のある恋をテーマに、男性目線の心情を歌った、切ないバラードにもなってるんですけども、すごい言葉を伝えたいなというところで、言葉だったりとかフレーズをすごく意識して歌っていますので、ぜひそこら辺もチェックしてください。それでは聴いてください。3代目 JSOULBROTHERS でコスモス。お送りした曲は3代目 JSOULBROTHERS でコスモスでした。毎週木曜日は3代目 JSOULBROTHERS のボーカル、今市隆二がお送りするスパーク。ここでは最近の話をしたいと思います。そうですね、最近というかもう昨日ですね、昨日ヒロさんとかとまあ飲んでて、最初は普通に飲んでたんですけども、たまたまですね、劇団エグザイルの鈴木っていう人がいるんですけども、その人の、誕生日会もあの他の場所でやっててですね、でそこにもまあアキラさんとかが、いらっしゃって祝いをしたんですけども、まあ、途中から合流して、昨日もう相当いい感じの飲み会をやってましたね。まあ、もちろんレモンサワーも飲みつつ、そっから、まあ、テキーラも飲んだりとか、シャンパンも飲んで、相当ワイワイした飲み会になってましたね。まあでも本当にいい会で、あの鈴木の誕生日会も祝う一面もあるんですけども、でも本当にそれ以外にやっぱり、この前もあの喋ったように、やっぱりお酒の席で喋ると、まあいろんな、そこでこういろんないいアイデアとか、どういう思いで活動してるとか、なんかいろんなそういうあの本音の部分も聞けたりして、うん、なんかすごいやっぱりいい会でしたね。途中であのジェネレーションズのアランとかも来たりとかして、いろいろなのが熱く語った一日でした。そしてですね、再来週にはですね、あの EXILE TRIBE PERFECT YEAR ライブツアー TOWER OF WISH 2014 REVOLUTION 大阪公演がまたスタートしますので、まあ、初日大阪公演をやらせていただいたんですけども、その時に来れなかった方も次回の大阪公演にぜひいらしてください。それではここで1曲お届けしましょう。マライア・キャリーなんですけども、あの先日ライブ行ってきました、横浜アリーナ。初マライアですよ。やっぱ出てきた時は感動しちゃいましたね。もう歌ももちろん上手くて、あのマライアが得意とするあのホイッスルっていう、要はすごい高いキーで出す音とかもあるんですけども、それもガンガン出してましたね。やっぱそこをこう出すと会場も湧いたりしてて、すごいあの素敵なライブになってました。それではその、マライアのこの曲を聴いてください。マライア・キャリーでヒーロー。お送りした曲はマライア・キャリーでヒーローでした。六本木ヒルズから今市隆二がお送りしている JAVE スパーク。ここではリスナーの皆さんからいただいた普通のメッセージ、いわゆる普
つおたをご紹介したいと思います。ラジオネームあかりさん、女性の方からいただきました。こんばんは。こんばんは、私は放送部に入ってて声を枯らすとダメなので、体育祭とかではなるべく叫ばないようにしています。でももともと喉が弱いのもあって、他の部員よりガラガラになりがちです。よかったらボーカルとして気をつけてることとか、これはおすすめってことなどあったら教えてほしいです、というメッセージなんですけども、まあ喉がもともと弱い、ガラガラになりがち。でも結構自分もガラガラになりがちかもしれないですね。うん。でもやっぱり自分もボーカリストとして、まあ、歌を仕事にさせてもらってるところもあるんで、結構ケアには気使ってて、やっぱりおすすめはですね、なんだろうな、吸入器まあ普通になっちゃうんですけど、やっぱり吸入を水入れて、水蒸気が出るこう吸入器があったりする、結構それ自分使ってるんですけども、それとかを適度にやったりとか、あとはもう単純に飴ですかね。飴舐めてるのもいいと思いますし、あとは唐揚げとか、意外とレコーディングする前にコンビニでホットスナックで唐揚げ買って食べてますね。なんか結構声帯の滑りが良くなるっていうのもあるので、おすすめです。はい、それでは次行きたいと思います。ラジオネームひまわりブルー、女性の方からいただきました。リュウジ君こんばんは。こんばんは。いつもリュウジ君の歌声や笑顔に幸せをもらっています。リュウジ君に質問ですが、リュウジ君が男だなって思う男性のかっこよさとは何ですか、ぜひ教えてください、ということなんですけど、男性のかっこよさ、男っていう人ですよね。もう間違いなくヒロさんですね。やっぱヒロさんがすごい男だなって思うところはもうたくさんあるんですけど、やっぱり本当に多くは語らず、もう本当に背中で見せる方なので、ヒロさんはやっぱそういう人がすごいかっこいいかなと思いますね。言葉とかも大事なんですけど、それよりかはもう本当に行動で見せたりするのがすごい男性のかっこよさかなって思いますね。自分もちょっとヒロさんを目標にっていうところもあるんで、ちょっと日々、男を磨きたいと思います。はい、ということで、次に行きたいと思います。ラジオネーム未来さんからいただきました。女性の方です。相談なんですが、人見知りがひどいのが悩みです。顔が真っ赤になってしまって、それがまた恥ずかしくて、ほんと人と話すのが苦手です。どうしたら人見知りを克服できますか、何かいいアドバイスください。毎週楽しみができました。スパークありがとう、ということなんですけども、こちらこそありがとうございます。人見知り克服、そうですね、自分も実はめちゃめちゃ人見知りでですね、それこそ中学生ぐらいまで結構人見知りで、女子と目見て話せなかったですね。思春期っていうのもあったと思うんですけども、でもそれで高校入ってから気づいたらなくなってたんですけども、でも未来さんは27歳、相当人見知りっすね、じゃあそうですね、なんだろうな、時間が解決してくれるんじゃないですかねちょっとそしたら冷たいですね、こんなこと言ったら。そうですね、でもなんか無理して話そうって逆に思っちゃった方が恥ずかしくなっちゃったりするんで、本当に素直な感じに接したらいいのかなって、思いますけどね。逆に喋ろうと思って逆に自分を追い込んだら、もっと恥ずかしくて逆に話せなくなっちゃうと思うので、普段まあ、親と喋ってる時だったりとか、仲いい友達と喋ってる感じでリラックスしてやれば自然と克服できるのかなって思います。それからあれじゃないですか、目見るのが恥ずかしかったらおでこ見るのもいいかもしれないです。意外とおでこ見ると目見て話してる感じになるんででもそれだと全然会話成立しないと思うんでダメですけど、でもなんかそういうなんだろうな、先方もいいかもしれないです。徐々に
おでこから入って、あの視線を下げてって最終的に目を見るみたいなみたいな。でも普通にリラックスして喋れば大丈夫と思いますので、ぜひあの人見知り克服してください。皆さんメッセージありがとうございました。番組では引き続きメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先はこのスパークのホームページのあるメッセージボタンをクリックして送ってください。面白そうなメールには電話もつないで話してみたいので、自分今一龍二がスパークしちゃうようなメール送ってください。その際は電話番号も忘れなく。それではここで一曲聴いてください。この楽曲はですね、あの以前アツシさんがソロライブをやられていた時にカバーしていた楽曲です。ボーイズ2メンでオンベンデッドニー。お送りした曲はボーイズ2メンでオンベンデッドニーでした。 J a v e の深夜番組スパーク、木曜日は3代目 J ソルブラザーズの今市隆二が担当。ここでは3代目 J ソルブラザーズが昨日リリースしたニューシングルのカップリングをお届けしましょう。ということでですね、今回のカップリングなんですけども、今海外で確立はしてないんですけども、ビートミュージックっていうジャンルが今できそうな感じもあって、その、ビートミュージックを取り入れた楽曲になってます。それでですね、フィーチャリングとして初期さんがラップも今回してくださっているので、すごく聞き応え満載の曲になっています。それでは聴いていただきたいと思います。3代目 J ソルブラザーズでグローリー。We're inspiring talent for the next generation music scene meet Sparkbox。 この時間は JAVE の新番組 Spark。 毎週木曜日は3代目 J ソウルブラザーズのボーカル今市隆二が担当。ここからはリスナーの憧れを形にするコーナー Sparkbox です。この番組、リスナーの皆さんの憧れを形にするため、その才能がわかる動画を投稿していただくというところが、今までのラジオ番組とは少し違うところになってます。今回もリスナーの皆さんから送っていただいた動画を見させていただきました。ラジオネームなるさん、女性の方からいただきました。3代目 J ソルブラザーズの新曲コスモスを歌唱してくださっていました。女性の方が歌うコスモス、また新しいコスモスになっててですね、すごく聞き応えのある歌声でした。ありがとうございました。送っていただいた皆さんありがとうございます。引き続き皆さんからの動画をお待ちしていますが、今週から課題曲を決めて、それに対しての動画を送ってもらおうと思います。今回の課題曲はコスモスです。愛しすぎて、この曲に対してリスナーの皆さんに動画を送ってもらおうと思います。なお送ってもらう動画は自由です。例えばアカペラで歌った動画やカラオケで歌った動画、またはこの曲のダンスを踊っている動画、さらにはですね、この曲のピアノカバーやバンドカバー、さらにはボイパでのカバーなどなど。動画の送り先は番組ホームページのトップにあるスパークボックスというところをクリックしていただくと詳しい情報が載っていますので、そちらを確認してください。しばらく課題曲はコスモスなので、たくさんのご応募お待ちしております。皆さんのオリジナリティあふれた動画を送ってください。ではここで一曲お届けしましょう。メアリー・ジェイ・ブライジのリアルラブ。お送りした曲はメアリー・ジェイ・ブライジでリアルラブでした。ジェイブスパーク、毎週木曜日は今市隆二が担当。ここでは夢を叶えようとしているリスナーさんのメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームマミさん、女性の方からいただきました。こんばんは。こんばんは。私には夢があります。音楽関係ではないのですが、最近世界中がたくさんの問題で埋め尽くされています。私はその中でも特に発展途上国の子供たちに教育を受ける場を与えてあげたいと思っています。でもそのためにはたくさんの壁を乗り越えなければいけません。言葉の壁、生活環境の壁、考え方の違いによる壁、自分が不甲斐なく悩むことも多いです。そこで質問なのですが、今市さんは大きな壁にぶつかった時、どんなことをして自分を高めたり奮い立たせたりしていますか？ぜひ教えてください、というメッセージなんですけども、あ、しかも15歳、中学生もしくは高校1年生ですね。すごいちゃんとしてますね。しっかりした夢を持ってて、発展途上の子供たちに教育を受ける場を与えてあげたいと思っているということなんですけども、そうですね、自分も、壁とか失敗したりとかいろんな不安もあったりする中で、自分がそういう自分を高めたりする方法はですね、
まあ、自分の場合だとやっぱりあのアーティスト活動をやってるのでファンの方々だったりとかライブに来てくださる方々がいて、まあ、ライブというものも成立していますし、うん、そのファンの方たちがいて成立する部分もあるということなので真剣にその方たちのことを考えてパフォーマンスしたりとか活動していますね。やっぱりそういう考え方をするとおのずとその、まあ、壁にぶつかった時でも失敗しちゃった時でもその人たちのことを思えばやる気も出ると思いますし、それこそ自分も高まったりとか奮い立つと思いますので、うん、なのでマミさんはぜひそういうあの壁にぶつかった時は発展途上の子供たちのことを考えるのがすごくいいんじゃないかなって思いますね。もっとこうしてあげたいとかいろんなことを考えればその壁も乗り越えられると思いますし、どん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 自分も成長できると思いますので、ぜひ夢に向かって突破してください。頑張ってください。それでは次の、メッセージを見たいと思います。ラジオネームリュウマユさんからいただきました。女性の方です。リュウジ君こんばんは。こんばんは。私は小学校の頃から美容師の仕事に憧れて将来は美容師になりたいとずっと言ってきました。高校3年になって卒業後の進路を考える時も迷わず美容の専門に進むと決めて夏休み美容専門学校への進学が決まりました。それから進学までの間に少しでも何か自分で行動しようと思い美容室でアルバイトをすることになって学校が休みの日はいつも美容室で働いています。でも美容師の世界は自分が想像していたよりも体力面も精神面もしんどいことがたくさんあって資格もまだなく全くの初心者の私は打ちのめされることばかりです。それでも少しでも夢に近づけるように夢を叶えて親孝行できるようにもっともっと頑張りたいので歌手になる夢を叶えたリュウジ君から直接パワーが欲しいです。よろしくお願いしますということなんですけども、そうですね、やっぱり不安だったりとか、まあ、悩みだったり誰しもが持ってると思いますね。自分だから JSOUL になってもうなってすぐ次の日レコーディングだったりとかして、もう本当にあの右も左もわけわかんないまんま、でもとにかく目の前のことを気合だけでやってた感じもあったんですけども、でも徐々に時間だったりとか、まあ、日々が過ぎていく中で徐々にこう肩の荷が降りてきて周りの視界も広まってきていろんなことも見えると思いますので、うん、とにかく今は全力でやれることを夢に向かってやるのがすごくいいことなのかなって思いますね。うん、でもやっぱりその悩んだりとか不安あると思うんですけども、そういう時は自分ばっかで考えないで周りの人に助けてもらうのもいいかもしれないですね。自分のことを話すとやっぱり自分には相方の登坂宏美のボーカルがいたりとか周りにパフォーマーがいたりとか、まあ、そういうところで勇気づけてくれたりとかもしてくれたので、なんか一人で頑張る感覚じゃなく周りにいる仲間だったりとか先輩とかと一緒にやる感じというか、うん、やっぱり一人じゃないと思いますので、うん、そういうとこでもたまには助けてもらうのもいいかもしれないですね。うん、なのでまだ10、あ、リュウマユさん17歳若いですね本当に。そっか、まだまだこれから先長い先長いというか、まあ、人生ってまだたくさんあると思いますので、たくさんでもいろんなことできると思いますので、ぜひ夢に向かって頑張ってください。というわけで、メッセージありがとうございました。番組では普通のメッセージに加え夢を叶えようとしているリスナーさんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先はこのスパークのホームページにあるメッセージボタンをクリックして送ってください。実際に話をしていろいろ聞いてみたいと思った方には電話をつないでいこうと思うので、メッセージを送る際には電話番号もお忘れなく。リスナーの皆さんからたくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けしたいと思います。この曲はですね、三代目JSOUL BROTHERSの楽曲なんですけども、単独ツアー、今2回やらせてもらったんですけども、その最初の単独ツアーのキーとなる曲でもあって、本当に自分たちもこういう思いで活動していたりとか、自分たち自身も背中を押せる楽曲だったので、ぜひこの曲を聴いて頑張っていただきたいと思います。それでは聴いてください。三代目JSOUL BROTHERSで I Can Do It。お送りした曲は三代目JSOUL BROTHERSで I Can Do It でした。
三代目 JSOULBROTHERS のボーカル今市隆二がお送りしている JWAVE スパーク、ここで木曜日限定のコーナーに行ってみましょう。題して隆二's フェイバリットアーティスト。このコーナーは自分今市隆二が影響を受けたアーティスト、皆さんにぜひ知ってほしいアーティスト、最近よく聴いているアーティスト、今一番好きなアーティストなど紹介していくコーナーです。本日紹介するアーティストはこちら、ジョー。まずは簡単にプロフィールをご紹介したいと思います。1973年7月5日ジョージア州カスバート生まれ、本名ジョー・トーマス・ジュニア。聖職者だった両親の影響で自然にゴスペルミュージックを耳にする環境で育つ。高校卒業後レコードショップなどで働きながら音楽活動を続け、1993年にファーストアルバム「エブリシング」をリリース。1997年にリリースしたセカンドアルバム All That I Am からのシングル All The Things が世界的にブレイク。3作目のアルバム My Name Is Joe ではさらなる成功を収め、アメリカだけで300万枚以上のアルバムセールスを記録。さらには全米アルバムチャートにはなんと80週以上もチャートイン。2000年、2002年にはグラミー賞の複数の部門にノミネートされ、名実ともにスーパースターの仲間入りを果たす。現在も精力的に楽曲制作を行っている R&B シーンを牽引するアーティストの一人。ではここでジョーの楽曲をフラッシュで聴いてみましょう。ということでジョーの楽曲をフラッシュで聴いていただきました。いいですね、ジョー。そうですね、ジョーのことを初めて知ったのはですね、21歳ぐらいですかね。ボイトレ、これもまたボイトレ通ってた時に、その時にまあボイトレ仲間というんですか、まあ、一緒にまあレッスン受けたりとか、してた、まあ、友達がいて、その子がまあレッスンで歌ってましたね、ジョーの曲を。でそれでまあジョーっていうのを聞いてですね、まあ、ジョーが、まあ来日してライブも2回ぐらいですね、2回ぐらいビルボードライブにさせてもらって、まあ、その時の歌声だったりとか、やっぱジョーはもうミスターセクシーだと思いますね、一番 R&B の中でセクシーさを持ってるんじゃないかなって思いますね、ライブパフォーマンスもですね、すごいかっこよくて仕草がめちゃめちゃかっこいいんですよ。例えば2ステップ踏んだりとか、あと本当にそんな大した動きっていうかダンスはしてないんですけども、本当にこう手で相手のお客さんのことを向けて手出したりとか、なんか本当にそういうさりげない仕草がかっこよくて、あとはですね、煽り、ジョーの「ヘイ!」とか、あと吐息とかですねとか、そういうのが超かっこよくて、結構だから自分もライブ3代目やるときとかにちょいちょいやってたりとか、そういうのも好きですね。ちなみに相方のオミもジョーのこと好きって言ってましたね。ジョーの「I Wanna Know」っていう曲が俺も好きだよなんて言ってましたね。オミの「I Wanna Know」も聞いてみたいですね。多分リスナーの方もそう思ってるんじゃないですか。まあそんな感じで、でそのボイトレ行った時に自分も、まあ、ジョーを知って、そこから自分もジョーの曲を何曲か練習して、その時に「No One Else Comes Close」っていう曲も練習してましたね。Cause no one else comes close to you, no one makes me feel the way you do, you're so special girl to me, no one else comes close みたいな、ちょっと歌詞はしょっちゃいましたけど、まあでもこんな感じにやってましたね。それではそんなこの曲を聴いてください。ジョーでNo one else comes close. お送りした曲はジョーで No one else comes close でした。こんな感じで毎週影響を受けたりお気に入りだったりするアーティストを紹介していこうと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。ここで一旦 CM です。 CM の後もまだまだ今市隆二にお付き合いください。On 81.3 J-Wave.
三代目 J ソウルブラザーズのボーカル今市隆二がお送りする J ブスパーク、いかがでしたでしょうか。あっという間の1時間ということで、本当にあっという間ですね。まあ、夢を、追いかける方のメッセージだったりとか、15歳17歳とかすごい若い方の、メッセージもいただいて、すごい自分もパワーになりました。来週もこんな感じで音楽を中心にリスナーの皆さんから送っていただいたメッセージも引き続き紹介していこうと思います。メッセージはこのスパークのホームページにあるメッセージボタンをクリックして送ってください。もちろん夢を叶えようとしている人からのメッセージを待っていますので、そちらもたくさん送ってください。そしてツイッターも盛り上げていきたいので、ツイッターでこの番組に関することをつぶやくときにはハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JAVE をつけてつぶやいてください。この後はキートークがお送りするキングスプレイスです。引き続き JAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は3代目 J ソウルブラザーズのボーカル今市隆二でした。また来週深夜1時にお会いしましょう。バイバーイ。まあなんかさ、食事系がなんか流行ったりとか、例えば鍋誰か食べ始めたらなんかみんなで鍋ばっか行き始めたりとかもそうだけど、なんか、ね、スンドゥブもそうですもんね。スンドゥブもそうだしね。うん、なんだろうな、言葉とか。あ、エリーの、うん、オッケー使ってるね、流行ってるねこれ。どこでも使えるから、もうね、もうね、映っちゃうんだよあいつが結構。あいつテレビでもやってるね。やってる、あの女の子ね。まあ、皆さん多分あれが一発目だったと思うので、キョトーンとした人も多分テレビの前でキョトーンとした人もいると思うんですけど、あれ僕らの中ではだいぶ長い間もうやってることで、やってますね。もう何でも使えるのでぜひ使ってほしいですね。そうですね、もう何でも語尾につけちゃえば OK なんで、 OK っていうので、ね、ちょっとテンション高めで言うっていうのがね流行ってるということで、じゃあエリーの OK でいいですか。そうですね、ちょっとこれ学校とかでもね、うん、流行らしちゃったけど、流行ると思っちゃうんだよ。スカートめくって OK みたいな。あ、それいいじゃん。めっちゃいいじゃんそれ、めくられても OK みたいな。もうだから何でも使えるんでね、はい、僕もめくって OK って言いに行くよ。おい OK じゃない、 OK だよ。OK。 キュンとしたメンバーの行動はありますか、ぜひ教えてくださいというドストレートな質問。ドストレートですね。いただきましたけど、なんだろうな、なんだろうな、キュンとする。うん、でもやっぱり、はい、あれパフォーマーが、うん、なんかこうリハとかで、うん、ダンスの振りとかを考えたりとか、うん、練習してる時の、うん、やっぱ姿はキュンとする、キュンとしちゃいます。やっぱ自分ができない分。なるほどね。なんか軽くこうやってるじゃないですか、うん、あの感じはもうかっこいいよね、ふざけんなって思います。しっとり